晴天ですね、もう。おお、来た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 、この日をどれほど待ちわびたことかね。大丈夫かそれ、だいぶ合ってないぞ座席。いやいや、危ねえだろ運転。お前キノコ王国の王女様後ろに乗せてるんだからさ、もうちょい慎重に運転しろよ。いや、いいバスだなこれ本当に。ルイージだけめっちゃはみられてない。マリオとピーチあんなイチャコラしてる。おい、お化けいんの今回。まあ、知ってるけど。まあこの時点でちょっと色々矛盾が生じてるけどね。ルイージお化け嫌いんじゃないんかい。設定が変わっちゃってるけどさ。お前かわいすぎだろ。来た来た来た。運転荒すぎだろ。標識ぶっ飛ばしたぞ今。来た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 。荷物多すぎね。何泊すっか分かんねえけど荷物多すぎだろ。そんないらないだろ。ルイージ見習いよ、こんぐらいがベターでしょ。うわうわ、すっごめっちゃ豪華じゃん。周りなんもねえじゃん。うわ、来た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 。扉でかいな本当。本当にこの世界は本当にサイズ感がよくわからないわ。お、俺さ前々から思ったんだけどさ、透明なのか透明じゃねえのか、気体なのか固体なのかよくわかんねえな。いやお前ら自由すぎるな。ルイージマンション初っ端で俺どんだけ突っ込んだと思ってんだ。めちゃめちゃ突っ込んだ気がするけどさ、お前らちょっと自由すぎない？もうちょいさまとまっていこうぜ。まず受付済ませようぜお前ら。自由になるのはそれからにしような兄さん。兄さんそんなさ、まあまあまあ美味しい食材見てね、あの食欲盛んになるのはわかるけども、ちょっとまず受付じゃない兄さん。兄貴受付やんねえの？いやハローじゃなくてさ。いや多いって。いややっぱ多いよこれ。普通に考えて多すぎでしょこれは。え何、え PGM 何、ここに住むの？住むんですかあなた。マジで何入ってんのこれ。8割下着じゃない多分。こんにちは、ホテルスタッフさん。皆様どうぞおくつろぎくださいませ。よろしければお飲み物でもいかがでしょうか。くれ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 。こんにちは、申し訳ございませんお客さん。ほらもう声がさ、とりあえず人間の声帯じゃないもん声が。俺ルイージマンション全シリーズやってきてるからさ、このクオリティは本当にすごい。任天堂さんすごいですよこれ。これはすごいですよ、スイッチの流行。あなんで、へい、ここは何？おやお客様、そんなに私の顔を見て何か気に障ることでもございますでしょうか。マスクはしょうか。目の焦点合ってないし、明らかに仮面だし、なんか浮いてそうだし、突っ込めばもう切りないから、まあ特になんもないってことにしとくわ。当ホテルのスタッフは皆様を真心込めておもてなしいたしますよ。ものすごく大きなホテルねルイージ。それになかなかきらびやかなとこじゃね。一回も目合わせてくれないんだけど。ピーチ姫の耳のピアス、あのさ祭りの水風船だよな。毎回思うんだよな。絶対水風船でしょそれ。特別キャンペーンで招待されてここに泊まれるなんてとっても運がいいわね。このロビーはすごい本当に。これはすごい、なんか本当にバイオハザードやってる気分。え、なんかそれ褒めてねえな。お、いやチョコティが出てきた。なんで俺がチェックインしなきゃいけないの。やっぱそういうそういうやっぱりなあれですか。前はいつまで見てんだよ。やれってことでしょ。目の前にいんのに鳴らすことはねえだろ。これはお客様ようこそホテルラストリゾート、ラストリゾート、なんか不謹慎だな。おシューマー、お客様ようこそ。お客様ようこそラストリゾートへ。お前絶対お化けだろ。私は当ホテルのオーナーを務めておりますパウダーネスコナー、パウダーネスコナー、ホットケーキミックスみたいな名前だね。うわやべやべ、ほら足ねえだろこいつ。ほらもう早すぎる。まあ階段降りんの早すぎだろ。さささささ皆様大変お疲れでしょ。お部屋の方へご案内いたしますわ。やったね。うぜえ。レッツゴー。はい、いやーなんかいいね、なんかこの任天堂の定番のキャラクターたちのオフのシーンが見れるね。すごいいいね、なんかこういうの。うおー、さんたちのお部屋はこちらにご用意してあります。わ、絶対こんな喋り方だよね。絶対悪役こいつ。お前らピーチ姫の顔見て手振れよ。適当なんだよな挨拶が。しっかり面とさ、面と向かって挨拶しろよ。ピーチ姫もさっきそうだったけど。うわ、おいおいおい、ちょっと待ってくれよ。これマジか。いいの？ここに泊まって。お前、今作めっちゃ可愛いな。
お前ちょっとイメージだいぶ変わったわ。え、うわびっくりした。ちょっと待って、え、豪華すぎないこれは。お化け、うわうわ、きったな、すげえ。うわびっくりした。なんで便座上げると水流れんの。え、何見せられてんの。で、何すりゃいいんだこれ。え、お前喋れんの。そろそろ休むかワン。語尾が無理やりすぎる。じゃあ休むか。お、ルイジの私物が気になるね。うおはははは。なんで。やっぱルイジあれか、やっぱもう慣れてんのか、こういうなんかマンションに誘われた系は。いやもう可愛いな。うわ、なんかルイジってなんかすごいな、すごいなんかおとなしい。うわ、びっくりした。え、まさか、まさかマリオ兄さん、ピーチ姫とちょっと一発かました、もしかして。わ、でもなんかルイージマンションだねこれは。すげえなこれ、クオリティやばいぞ今作。任天堂さんはやっぱやってくれるよな、こんぐらい。なんでなんでなんで爆竹入ってんの。いや見てよこの感じ、ホテルだよ本当に。え、なにこれ、境目。え、なにこれ、ええ、わかんないわかんない。え、 What？ あ、ごめんピーチ姫、めっちゃ軽いんだけど。え、壊れた。なんかちょっとマリオの部屋入んの、なんかちょっと面白いな。ちょっと入ってみる、ちょっとどんな生活してたか見てみよう。はい、だいぶ散らかってんな、だいぶ汚いなマリオさん。3ケース食ったのピザ。体臭きついマリオ兄さんの私生活の部屋はいいんだよ。問題はピーチ姫、女の子の部屋いいんすか。しかもお前キノコ王国の王女の部屋だぞ、入っていいんすか。どうするこれで下着だらけだったら。大興奮もんだよピーチ姫のお部屋。え、案外普通。これ何、これ、これ化粧か、化粧か。あ、ピーチ姫ここにまで来て化粧か、お前結局は。え、何、え、え、なんか来たよ、なんか来たよ、なんだよ、なんだなんだ、来たよ、なんかなんか来たよ。はははは、お前何その顔。誰、おめえかよ、パウダーちゃんか。なんだおめえか。あら、ビップのお客様、今ちょうどお伺いしようと思ってたんですよ。お部屋はいかがでした。素敵すぎて叫び声を上げてしまうほどでしょ。別に俺は叫んではいないけど。おう、なんかすごい戸惑ってるね。お客様、私はね、本当にあなたのことを招待したくてたまらなかったんですまよね。どうしてかって、それはね、私が、それはそれはもう憧れて仕方がなくて。え、ま、そうそう、陰ながらちょっとルイージファン、お前、お前ちょっとルイージファン。ちょっと照れるな。とっても大大大ファンの素敵な素敵なこの方の前に、この方の前に、あ、ルイージじゃないんだ。あ、そういうこと？あ、ちょっと俺が照れてた時間めっちゃ恥ずかしいんだけど。なになに？お前か！おめえかよ！いやいや、ワリオのセリフそれ。いやー、しばらくメガネジジイの研究所に閉じ込められちまってたけどよ。ああ、閉じ込められてた。このオーナー、俺様に会いたかったらしくてよ。俺様を解放したのよ。ラッキーだぜ。こんなお化け一匹に何解放されてんだよ。あのジジイ、いい加減にしろよ、マジで。しかし、お前らまんまとこのホテルにやってくるとはな。なんだか復讐もあっさり終わっちまいそうだぜ。え？復讐ってどういうことかって？決まってんだろ。お前らを一人残らず、額縁の中に収めてやんだよ。おい！お前ら、お前ら、もちろん額縁はもう一枚ちゃんと用意してるあるぜ。やべ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 、今回は死ぬぞ本当に。まずいまずいまずい、やばいやばいぞやばいぞやばいぞ、今回やべえぞ。人相悪すぎた。ええちょっと待って、絵にされんの。ふざけんなよマジで、お前本当にふざけんな、危ないから本当にやめて。今回のキングテレスはマジで怖いんだけど。めっちゃ物理使ってくんじゃん、めっちゃ物理攻撃してくんだけど、こいつ危ねえ危ねえ、お前のベル硬すぎだろ。
危ないってば、死ぬって。え、大丈夫お前。うわあ、危ない危ない危ない。え、ルイージちょっとそっちも危なくない？大丈夫それ？え、大丈夫本当に？え、そこ見えねえじゃん。死んだな。